はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv。 今宵も人生に役立つ情報を配信していきます。教えることはできませんが、共に学んでいきましょうということで、本日も一発撮り一発読みで読んでいきます。今日のお題はエッチな人は若い。こちらのお題を読んでいきます。エッチであるということは若い証拠です。エッチは人間の三大欲の一つです。人間にとって基本な欲です。性欲の大きさが若さに比例します。アニメドラゴンボールで登場する亀仙人はとにかくエッチです。ブルマを追いかけるものの、最後にはブルマに叩かれるという流れがお決まりです。亀仙人は普段はヨボヨボのおじいさんです。しかし亀仙人が高齢にもかかわらず若々しく見えるのはエッチだからです。エッチである人はそれだけ若く見られることができます。性欲は悪い印象を持たれやすいのですが、悪いことではありません。人間として当然のことです。人一倍エッチな人は人一倍元気である証拠です。いやらしい響きではありますが、人には大切なことです。今日の格言、エッチで若さをアピールする。だけど亀仙人が若く見られるのはエッチだからっていうよりもアニメだからじゃないですかね。絵だから若く見えるんじゃないですかね。そんなの絵のタッチの仕様でヨボヨボのじいさんに描けばただのエッチなヨボヨボのじいさんですからね。でも確かに言ってることは間違いないと思う。確かにエッチ、いい女とエッチがしたいなーって欲があると、やっぱ若く見られたいし、ファッションとかにも気使ったりとか、やっぱいろいろ気にするところが出てきて、若く見られようっていう努力をするんじゃないですかね。スケベな心を忘れない、大事かもしれない。今はね、便利な時代だから AV 女優もめちゃめちゃ可愛い子とか綺麗な子とかいるからね、そういうの無料で動画とかで見れちゃうからね、それで済ましちゃうっていう悪いのがありますね。よし、抱けるように俺も頑張ろう。夏だし、エロく言おう。はい、ということで本日はこの辺でおしまい。ドロン。